はい、今回はトゥッパンって言ってね、私が住んでるマリリアから車で1時間ぐらいのところの水耕農業もやっているところにお参りに行ったんで、その様子をお伝えしたいと思います。すごいよね。こうやって全部水通して農薬地か肥料をあげて3ヘクタールか、すごいね。3万平方メートル、3万平方メートルがどんぐらいかわからん。この水の栽培が昔からやられてるって知らんかった。もう戦争時代から軍艦の中で作ってたそうです、こうやって。すごい綺麗ですね。いやいや綺麗やな、青々しとる。抜いて待ってた。いや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 、あ、パス好き？好きですけど、ありがとうございます。え？2人しかいないからね、くれるって、用意してくれてるって言ってましたこよ。れしき食べたことないよ。え、そうなんですか？これ、じゃあ一つお言葉に甘えて、ありがとうございます。2つ持ってかなんで、たまに。ああ、すいません。はい、この、そういうの。ああ、根がすごいですね。うん。へえ。お、ここにもなんか。すごいね、オルテロン。わ、ここ水を。この水が効いてまた戻ってくる戻っね。て、ああ。上行って戻る。なるほど、有効利用してるんですね。循環させてるんですね。はい。いや、すごいね、広い。この日置きがないと焼けてしまう。また違う種類の。これあこげれよもメルカードで売っとるやつだ。う。これあげるよね。アグリオン。美味しいですよね、これも。すごいね。いっぱい。これはまだちっちゃいだけか。でもこれ切ったの。あ、もう切ったんだ。ね、あ、そうか。あれがね、あれ切るよ。ああ、本当だ。ああ、本当だ。ああ、で、またこっからまた伸びてくるわけですか。そう。すごいね。ちょうど1ヶ月ちょっと前に、4週、4つセマナで取れる。クワトロスマン。4つセマナでまそう。1ヶ月ぐらいね。1ヶ月弱。で、ちょうど1ヶ月たほう18がいい。日から25日ぐらい。で、成長して切って、ちょうど一月に1回出荷できるんですね。あ、でもこうやって段差でやれば毎週出荷もできるわけか。それからそうやんな。ああ、別に月に1回じゃなくて毎週でも毎日でもできるんか。おい。ああ。まあ、でもしてらんのプレッシいや、ありがとうございます。こんな珍しい、初めてブラジル来て、日本でも見たことなかった。高さだけ高くて土をやって、すごいね。いや、珍しい。はい、というわけでどうでしたでしょうか。お野菜もね、いただいて、後ですごいいただいてね、後でみんなで家族で分けて食べたんですけど、むちゃくちゃ美味しかったですわ。やっぱり取り立ては違いますよね。あと、水耕農業っていうのがこんな近くでやってるのを知りませんでした。綺麗だし、栽培がしやすいそうです。高くなってるんだね、位置が。はい、本当に。黒田さんという家族で、たまたまお参りに行ったら、そうやって農場を案内してくれたんですね。はい、非常に貴重な体験をしてもらいました。この水耕農業っていう技術が、昔は戦争中に戦艦の中でもそうやって育ててたんだっていうのが、結構衝撃的なお話でした。はい、というわけで今日は以上です。それでは、チャチャオ。